背景、移住する前の私へ。アパレルの仕事をしていたあなた、それなりに責任ある立場につきながらも、自分の代わりはいくらでもいると心のどこかで割り切っていましたね。震災後に南三陸の水産加工会社を手伝っていた時、ちゃんと食べているかだの、アワビ食べたことないだろ持ってけだの、町の人が自分のことをこんなに気にかけてくれることに驚きましたね。誰もがつながりの中で生きていて、甲斐がない存在なんだと教えてくれたのはこの町の人でした。この町に戻りたい気持ちに気づいた私は、南三陸に移住することを決めました。働く先は観光協会に決まったものの、住宅の契約に緊急連絡先が必要で困っていた時、観光協会の方に相談したら快く応じてくれて本当に助かりました。今私は教育旅行やインバウンドに関わる仕事をしています。南三陸の魅力をもっと多くの人に伝えたい、この街をもっと良くしたいという気持ちが自分の中に芽生えていることに驚いています。そして信じられないかもしれませんが、結婚願望なんて全くなかった私が南三陸で家族を持つようになりました。民泊の受け入れをしている家庭の温かさに触れるうちに、私自身も家族に向き合うようになったからかもしれません。この先の人生も子育ても不安になることはあるかもしれない。そんな時、おせっかいな手がきっと私にも差し出される。ここはそういう町だということが分かっているから、きっと私は大丈夫。神奈川で不安を抱えているあなた、今ある不安は伝えていいんだよ。きっとあなたが思っているより簡単にこっちの人は受け止めてくれる。だから安心して自分の気持ちに正直な選択をしていってね。